皆さんこんこにちは大です、えー、今日もプロコーチ養成スクールの、えー、授業の日だったんですけどね、第41期今日で、まあ、集合クラス3回目だったんですけどね、スタートしてから1ヶ月半ちょっとぐらいかな。いや、本当にね、なんか、僕もそうだけど、参加してる人たち同士もね、なんかもう何年来の友達なんだろうみたいな感じに、えー、繋がったり、打ち解けてたり、えー、いろんな話ができたりとかっていうことが起こってて。 改めてこういうういいいのななと思んんだよねなんか新しいコミュニティができる特にそのコーチ同士でつながってるでなんか自分らしくいられるしで相手の話も率直に聞けるしお互いにいろんなこと伝え合えて学び合えるみたいなねそういうコミュニティがあるって素晴らしいことだなというふうに思いますでねだからまあコーチとして思うんだけど、ね、僕らにそういうコミュニティが必要なように僕らのクライアントさんとかね僕らが応援する人にも えー、その人がその人らしくいられるコミュニティってあるといいなということでねなんかやっぱりその人が自己実現していくとかねなんか自分の目標達成するの大切だけどなんかその人がね自分らしくいられたりとか、えー、心地よかったり刺激受けられるようななんかコミュニティを持てるようにね我々も応援できるといいなーなんていうふうに、えー、改めて思いました。そして コーチクライアントの関係で言えばねやっぱりコーチとクライアントこの2人が小さいけれども一つのコミュニティなんですよねだからなんかそんなにね頻繁にセッションするわけじゃなくても、えー、なんかお互いのつながり感がね感じられるとか、えー、なんか、えー、共同体のね、えー メンバーでるるとお互いに思えるようなねなんか関係が作れるといいななんていう風に、えー、思ってね今日もクラスでそんな話したんですけどまあそれがねえー、クライアントを済ませるでクライアントの中に住むっていう話なんですけどなんかねまあこれ僕もどこまでできてるか別にしてでもなんかそういうの好きだなっていう話でねなんか継続的に関わるこう クライアントって自分の頭のの中に住んんででるっていう感じなんですよね自分内側の世界に住んでる。で、いつもだから、なんか、どっかしらその人のこと気にしてて、で、なんか、考え事してても、あこれ、あの人に伝えようとか、今度こんな話してみようとかね、なったり、なんか、街中歩いてても、あこのこと、あの人に、クライアントにね、なんか、えー、紹介しようとかねあの、伝えてあげようって、なんか、思うぐらい、どっかしら、この頭の中に住んでて。で、 なんかクライアントとこういろんな情報がね共有できたりとかね刺激与えられたらいいなと思ってるし逆になんかまあ会えたり話したりはあのそこまで頻繁にできなかったとしても向こうの世界の中にもえ自分自身もこうえ生きていたらいいなクライアントの中にね。でなんか アダイジさんだったらこう言ってくれそうとかねなんかこんな風にしてくれそうとかこうやって見守ってくれてそうってなんか存在感感じながらあのクライアントが生きていくのにねなんか役に立てる自分であったらいいななんていう風に、えー、思ってます是非あのリアルなねコミュニティを、えー、自分のためにも人のためにも用意するも大切だと思うしなかなかね物理的に会えなくてもなんかお互いの存在を感じながら生きていくっていうのもなんかすごく、えー、いいんじゃないかなと。 えー、いうお話です参考まで。それではまた、バイバイ。